はい、こんにちは。なんか、バグみたい、カフェかと思ったらよく見たらカフェじゃなかったわ。よく見たらフレンドじゃない。フレンドじゃないのに、なんかいい。おう。挨拶するのがちょっとだるい。そんなこと言っていいのかね。そんなにひどくないよ。音楽もあるし、血で血を洗う競技だってある。殿下を制御してアリーナを制しましょう。さらなる訓練の機会です。いいですね。錆びつかせるわけにはいきませんから。チャンピオンを紹介します。ストーンポイント、あっち側。あそこは理想的な着陸地です。信じて、ついてきてください。勝利のために。私は自分を定義しなくていいんだ。大丈夫。というか、私は恋人ができてしまってはいけないんだ。恋人によって自分を定義してしまうから。恋人のものではない。私はちょっと中二病っぽくなるかもしれないけど、神様のものなのかもしれないから。ショットガンボルトを発見。レベル3だよ。まだ100%理解したわけじゃないけど、グラフト中。ちょっと待ってて。シルブくれ。人間は神の栄光を示すために存在していて、だけど神を愛するかどうかは人間か神か次第だから。人間か神か次第の人間次第だから。その中で、だからこそ自由意志が人にはある。
況だよ。ポップアップ発見。ハンマーポイントだよ。新しいギルギルですね。あなたたち、あそこの位置なら戦いを優位に進められるでしょう。固くアイテム積まれて、そして互いが嬉しいような、互いがもっと互いも周りも幸せになるようなように、どうか私をお導きください。私は我慢するときは我慢できる限りは我慢したいとも思っております。これらの鬼を見越えつけ、するとゲームをもっと強くしてください。これらのお祈りを御子イエスキリストの御名を通してお願いいたします。アーメン。敵の位置を発見。マップに印がついてるよ。この位置は戦いを有利に進められるでしょう。天の父なる神様、私の病気は戻ってきたように感じます。お祓いに感謝いたします。皆を褒め崇めます。アーメン。あっちへ向かいます。ちょっとゲームしながら失礼かも。ダメだ、シールドバッテリーを発見。今はちょっと治療中よ。バッグに来てる。あそこの位置なら戦いを有利に進められるでしょう。手元に攻撃を当てた。オーケーだよ。この場所を防衛します。
それは漁夫だからね。アンブッシュが成功するようになった。